あやかのおやすみちゅ。おやすみ前に大人の読み聞かせ。あゆかさん、今夜は？声に出して読みたい他人の痴話喧嘩、待ち合わせ編。ごめん、待った？何してたんだよ、30分も遅れて。ほんとごめんね、お化粧に時間がかかっちゃって。知るかよ、適当でいいんだよ。じゃあ可愛くないミサリンでもいいの？化粧しても別に可愛くねえっつーの。デブってるしよ。ちょっと待ってよ、そんなの付き合う前から分かってたんだろうが。ポチャッとしてる私が好きって言ってたろ。は？あれ嘘？あんた嘘つき？嘘じゃねえよ。じゃあ今でもポチャッとしてるミサリンが大好きって言いなよ。ポチャッとしてるミサリンが大好き。ミサリン嬉しい。声に出して読みたい、言い出せてすっきりした言葉。付き合ってる編。私たち付き合ってないからね。墓地編。そのバケツ、この墓地のじゃなくてうちのなんです。今夜もいい夢を。おやすみんちゅ。